スマホゲームユーザーに聞いたプレイ中音声をオンにしているかどうかのアンケート、なんと6割もの人が音を一緒に楽しんでいないという結果が出ました。これはもったいない。この番組を見るとあなたもスマホの音声をオンにしてゲームをしたくなる、前代未聞のスマホゲーム音楽深掘りバラエティ、ミミスマ。ミミスマ、この番組はスマホゲームの音に耳をスマソを合言葉にお送りします。まだ音声をオフで見ている方、すぐにオンにしてください。今回のテーマはこちら、ということで前回に引き続きプリンセスコネクトリダイブのメインテーマ、ロストプリンセスに耳すましていきます。今回の耳すまポイントはこちら、増え続けているアレンジ。今アレンジのリストをいただいたんですけど、15、はい、15個ありますよね。15個あります。3年半でこの15種類以上のアレンジがあるって、はい、もしかして結構多い方？めちゃくちゃに多いですね。ですよね。じゃあ早速ですけど、いろいろ聞き比べていきたいと思います。まずはギルドハウス BGM をちょっと聞いてみたいと思います。はい、じゃあよく耳を澄ませてくださいね。耳すま。原曲とまた全然雰囲気が違って、はい、のんびりずっと聴いてられるようなアレンジですよね。そうですね、うんうん、これギルドハウスっていうところで流れる BGM で、はい、このギルドハウスって入るとコッコロが案内してくれるんですよね、うんうん、なのでこの曲はギルドハウスの BGM でもありつつ、うん、コッコロの曲みたいなのをモチーフにして作られていて、なるほど、はい、なのでこう弦のこう弓で弾くアルコっていう、あのファーっと音ではなくて、うん、ポンポンっていうこう指でつまびく柔らかい、ピッチカートみたいなことですか、ね、はい、ピッチカートっていう音でこう丸いコッコロの印象付けるような音遣いをしてます。あとは先ほど小岩さんがおっしゃってた通り、うん、ゆったりとした、ずっと聴いてられるっていうのもイメージで作っていて、うん、こう普通にテンポを落としただけだとちょっとこのゆったり感っていうのが出ないんですけれども、うんうん、メロディーのリズム感をちょっとゆったり風に変えてるんですよ、うんうん、おー、はい、そうなんですね、はい、ではまず原曲のロストプリンセスのリズムからいきますね、はい、うんうんうん、これがいつものロストプリンセス、うん、まさに、はい、次がギルドハウス BGM の時のリズムです、はい、全然違いますね。全然違いますよね。タタ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 じゃなくてタタ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 っていうこの跳ねたリズムをメロディーに取り入れることによって、このこういうノリじゃなくてこういうノリになるんですよね。タタ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 、なのでこうゆったりした雰囲気にメロディーがなるっていうのを使っています。なるほど。じゃあ次はプリコネはやっぱりアニメが特徴なゲームなんで、あのストーリーのアニメ用で作ったアレンジもちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はい、一部8章15話のアニメ用アレンジですね、はい、このアニメ用アレンジはフィルムスコアリングっていうもともと映画の技法を使って、はいはいはい、これが何かというと、うん、アニメとか映画とかの映像にタイミングとか感情の動きに全て曲を完全に合わせながら作曲をしていくという、はいはい、オーダーメイドしていくような音楽の作り方になります。へえ。まずは実際のアニメ映像と合わせて聞いてみるのが分かりやすいかと思うんで、みんなで見てみましょう。よく耳を澄ませてくださいね。耳すま。
方の名はユースティアナ・フォン・アストライア。いやすごい、もうこれが一曲の曲ってことですよね。そうです、これはもう一曲として作られてます。あ、もう本当に展開にあってこう曲が流れるので、あまりに自然すぎて、はい、世界に見入っちゃう、うん、入っちゃうような感覚がありましたね。はい、フィルムスコアリングってまさにそこを狙っていて、うん、はい、どうしてもこう普通のいつもの既存の曲をこう当てていくとちょっと無理が生じてしまうところがあって、そこがこう見ている方にちょっと違和感になってしまって、こう世界観に入り込むのの阻害になっちゃうんですよね。なのであくまで自然に違和感なく、かつお客さんの気持ちとそのキャラクターの気持ちをリンクさせるっていう橋渡しの役目にもなっていると。ハリウッド映画とかだとこういう方法が取られてることをよく見る気がするんですけど、なかなかスマホゲームでこれって珍しいんじゃないですか。うん、そうですね、大きく分けてやっぱり2つの難しさがあって、うん、もうアニメの尺が決まってしまっているので、うん、音楽としてタイミングを合わせるのがとっても大変なんですよね。うん、なるほど。はい、最初のページに大きく4と4って書いてある。そうですね、はい、うん、この4と4っていうのは4分の4拍子といって、うんうんうん、1、2、3、4、1、2、3、4、結構いつも皆さんがこう聞いてるようなこの拍子なんですけれども、うんうん、これを1ページめくっていただくと、なんか4分の5とか4分の6とかが出てきましたよね。うんうん、はい、これはもうこのアニメのカットにこの音楽を合わせるために普通じゃない表紙をどん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 盛り込んで、はい、なんで4分の5だと 1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、なんかちょっとここだけ聞くと変な表紙なんですけれども、はい、うんうん、これをすごく自然に聞かせるっていうのがフィルムスコアリングの難しさ。その続きは2分の3と2分の4、2分の3、1小節ごとに表紙が変わっていって、はい、これはもう全てアニメのこの絵にこの音楽を合わせるために細かく細かく表紙を変えてタイミングを取っているっていうものになります。でもう一個、表紙とは別のフィルムスコアの難しさがあって、その感情をこう音楽で表現するというところがありまして、最後にロストプリンセスのメロディーが出てくるところがあると思うんですね。はい、うん、主人公のペコリーヌがキャルちゃんというお友達と戦って、はい、うん、それまでは切ないメロディーでロストプリンセスが流れていたのに、うん、そのペコリーヌって呼ばれて安心した瞬間にふわっと優しい雰囲気にこう音楽が同じロストプリンセスのメロディーのままなっていくっていう、うん、わあ、今の説明聞くともう一回見たくなりますね。はい、はい、ということで今の説明を踏まえてもう一度聞いてみましょう。私です、わかりますか？ペコリーヌ。よかった。またの名はユースティアナ・フォン・アストライア。いやすごい、これがフィルムスコアリングの力なんですね。はい、本当に没入できるなっていうのを深く感じました。はい、次はちょっと変わり種ですね。2020年7月末イベントミニゲーム BGMから聞いていただきたいと思います。じゃあよく耳を澄ませてくださいね。耳すま。また全然違うアレンジですね。はい、この曲はこのイベントのテーマが野球っていうテーマで、夏の野球のテーマだったんですね。なのでじゃあ高校野球、甲子園のイメージにしようっていうことでサウンドになりまして、ブラスバンド部だったんですよ。はい、だからすごい懐かしく感じて高校生がこう一生懸命やってるブラスバンドっぽいノリみたいなのがある気がして、はい、はい、この曲をレコーディングするときにプロの演奏者の方に一回演奏してもらったんですけど、はい、うますぎるんですよねやっぱり。なるほど。はい、もうちょっとこうなんか伸びしろのある感じの、うんうん、高校生っぽい感じでっていうので、はい、もう一度演奏し直してもらったっていう。すごい、はい、そんなこだわりもあったんですね。そうなんですよ。演奏する人もまたお芝居をしてくれたみたいな、はい、そういう人仕掛けがあってなんですね。そうなんです。他にも変わり種っていうところだと、うん、一番この中で変わってるのだとやっぱりラジオ体操風アレンジ、はい、ゲームの中でその体操をするっていうシーンがありまして、はいはい、まあ、体操するならラジオ体操が一番メジャーかなと思いまして、うん、ピアノで
やっぱ原曲聴いてあっからラジオ体操思い浮かべないですもんね、そうですよね、普通、はい、すごいな、アレンジってやっぱりすごいですね。そうですね、うん、どんな世界観も作れちゃうんですね、はい。今回のミニスマポイントをおさらい。増え続けているアレンジ、今日聴けなかったアレンジもゲームの中で聴くことができます。どこで聴けるかプレイして探してみてくださいね。アレンジならではの魅力とか楽しさって、はい、作曲とはまた違うところってどんなところですか？その携わる人によっても全然違うアレンジが生まれるのが面白くて、明るい曲でもこの人が作った明るい曲とこの人が作った明るい曲だと全然違う明るい曲になったりとかして、人によってやっぱり楽しい明るい切ないにしてもやっぱり個性がすごく出るってことですよね、はい、その人の人生が出てるのかもしれないですね。あ、なるほど、アレンジには人生が出る、はい、皆さん覚えておいてください耳を澄ませばスマホゲームがもっと楽しくなる。今日からみんなで耳澄ま。